フリーレンはアーニャ、ドラえもんに通ずると話題です。先日、服だけが溶ける薬会を放送した早々のフリーレン公式、およそ50秒という短い時間でベッドから降りる作がぬるぬる、とっておきだよの声が最高。あっが好きすぎると、この精液あふれるシーン、制作陣の強い情熱とこだわりを感じるんだよなと話題になっているのですが、一部の人からはフリーレンがと、この表情の一連の最後の決め顔がダミアを殴る直前のアーニャそっくりということで、フリーレンのニヤリ顔、結構アーニャだった、アーニャ知ってるみたいな顔すると、フリーレンの顔アーニャすぎると話題になり、共通点を探そうとする方が現れ、朝が弱いなと、年齢がやや不詳だったり、自分の力を隠していたり、たまにすごく辛辣だったりと、ろくな共通点だけしかなかった結果報告、ほんと面白すぎます。他にもフリーレンが道具を探してから探し出すまでの表情、完全にドラえもんということで、やっぱ昨日のフリーレンは来たねドラえもんだな、ボンクラ度合いがドラえもんに見えてきたと、割とボロクソではありますが、容量がおかしい4次元バッグの所持や、いろんな魔法を使える万能性や、たまに見せるポンコツ具合など、ちゃんとした共通点もあることから、一部の人からはフリエモンと愛着呼びされているらしく、フリーレンはアーニャとドラえもんを足し得た存在なのかもしれませんね。そしてやはりその中でも皆さん驚かれていたのが、千年を生きるエルフのなんて、もっと知ろうと思わなかった、重みもあり優しさを感じる声、6歳の子供らしい、俺ケーキ俺ケーキ、無邪気さあふれる幼い声が、どちらも声優種崎さんということで、この声が同じ人から出ていることが信じられん、声が一緒って気づいて声優の凄さに感動と、衝撃すぎる情報に脳が追いつかないと言われる方がおり、男気あふれる乙女キャラの日記や、さっさかさがあり優しく可愛い玉葉妃など、現在種崎さん演じる全く違うキャラを全員で共有して称え合う素晴らしいムーブも起きていましたね。キャラの雰囲気だけでなく声質も使い分ける種崎さん、ほんと凄すぎます。面白いと思ったらいいねやチャンネル登録お願いします。